頑張れ炭治郎。そうですか。そのような事情がおありだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが、私たちは人を喰らうことなく、暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは…不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。私は見えるようになった。これが対応すれば。うっちゃー！で、で、で、決める！で、決める！おい、すさまる。もう少しや。水の呼吸銃の肩エテールテール。足の着物がチリで汚れた。うるさいぞ。着物は汚れておらぬ。そろそろ終わりにしようぞ。私に合わせろ、ヤハバ。見物じゃ。で決める。全力で舞いを投げてくれよ。これで決める。もう一度バレたんじゃね。ねじれるか。やるの。ふん、雑魚の分際でやりよる。ん？そちらにいるのは逃れ者の玉代ではないか。これはいい手土産じゃ。ヤハバ、首を四つ持ち帰ればよいのかの。違う、二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。ふん、鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ、死ね。禰豆子、やれるのか。確かに、禰豆子が片方を相手してくれれば、俺ももう一人に集中しやすいけど。いや、悩んでいる時じゃない。今は、やる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺は、もう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。私の針で体中に風穴を開けてやる。
押してますよ、玉代様。ええ、しかし相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ朝を迎えてしまう。私が何とかしなければ。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな、焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい、見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし見れば見るほど薄汚い。わしのそばに寄らせはせんぞ。近づかないと矢印を放ってくる。水の呼吸銃の体エーテールテン。惑わされるな。前に。許せぬ許せぬ許せぬ。せい。取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横見せグルマ。やった。くっ、おのれ。お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。あ、しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車滝つろ水面切れ雫波紋月ねじらうぜ。バラと足が折れた。ダメだ。頑張れた。
けがいるようだね。きついしつけが。勝負を
しむよね。手も足も出せず負けるなんて。よっしゃ。さあ、行くぞ。